ジャーナリスト馬体武春が取材、バフムト近郊戦火の町の人たちです。ロシア軍が迫る町で住民の人たちの過酷な暮らしが続いています。こちらご覧ください。激しい戦闘が続きますウクライナ東部の要衝バフムト近辺、ここがバフムトですね。バフムト近辺の地図ということになります。この中心部から西におよそ10キロの地点にですね、チャシウヤルという町があります。今回この町を渡井さん取材をしました。この赤い部分がロシアが占領している地域で、この黄色の部分が戦闘が行われている地域ということになりますが、このチャシウヤル、戦闘の最前線からはですね、わずかたった2キロほどしか離れていないということなんですね。ロシア軍がすぐ近くまで迫ってきているということがわかります。戦闘が激化する中で、それでも街に残る人たち、何を思い、どのように生きているんでしょうか。ジャーナリスト渡井武春さんの現地取材です。激しい戦闘が続くウクライナ東部ドネツク州の要衝バフムト。2月下旬、バフムト近郊の町にジャーナリストの渡井武春さんが向かいました。かなり道が悪くてですね、かつ砲声の音が時折やはり外で響いています。激戦地バフムトから直線距離でおよそ10キロ、ウクライナ軍のバフムトへの反撃拠点の一つになっているチャシウヤルを目指します。今チャシウヤルの町に近づいているんですが、民家は両脇に見えるんですけれども、人影は、ないですね。この辺りにはほとんど人が住んでいないと思われます。道路脇には装甲車が。町に近づくにつれ、ウクライナ兵や軍用車両と頻繁にすれ違います。はい、もうチャシウヤルです。ロシアによるウクライナ侵攻前は、この町にはおよそ1万2000人が暮らしていました。ハイマースという町なんですが、もう断続的にですね、砲声音が鳴り響いています。怖い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 。いやー、なんていってもこの音が怖いですね。この音の中で人々がですね、今も暮らしているということにも非常に驚きを感じます。砲撃音の多くはウクライナ軍の攻撃です。しかし反撃拠点の一つであるがゆえ、ロシア軍に狙われます。ここは1週間前に爆撃を受けた場所です。1週間前ですね、ここにロシア軍の攻撃があったということで、まだちょっと焦げ臭い匂いがしてますね。去年7月にはチャシウヤルの集合住宅がロシア軍によるロケット砲の攻撃を受け倒壊。多数の住民が瓦礫の下敷きとなり、48人が死亡しました。さらに今回取材中だった2月27日、ロシア軍の砲撃によりチャシウヤルのスーパーマーケットが炎上しました。本当にひどい状況だ。砲弾が住宅を襲ってくる。この町にある家は半分がやられている。町の中心部にある広場には
水を求めて住民が集まっていました。水も出ないしガスも止まっていて、アパートの中は7度です。電気もありません。ロシア軍の攻撃によりチャシウヤルでは水や電気、ガスなどのライフラインは断続的に止まっています。こちらの建物ではパンなどの食料の配給が行われていました。パンをもらうために3時間歩いたわ。一人暮らしですか？病気の息子と暮らしています。息子は脳に障害があります。85歳の女性は息子の介護のため避難できず町に残っていると話しました。砲撃が絶え間なく続き、インフラも止まる中、およそ3000人が避難せずにチャシウヤルにとどまっていました。危険な状態でも町に残る住民はそれぞれ理由があるといいます。残る人の多くは社会から阻害されている人たちや年金生活者です。あとは人道援助を必要としている人たちです。そして子供のいる家庭です。彼らは父親が避難する途中で徴兵されることを恐れているのです。こちらの男性も避難しないで残ることを選択しました。私はウクライナ軍が盛り返すと信じています。だから避難しないでここに残っているのです。今必要なものは何ですか？ただ静けさが欲しいだけです。綿井さんが町で取材を続けていると自転車で水を運んでいる女性に出会いました。最近この辺りも砲撃され死傷者がたくさん出ました。幼い男の子が足の動脈から出血する大けがを負ったんです。シングルマザーのリドミラさんもこの町にとどまっている住民の一人です。凍った道を歩くこと1時間、家に着きました。どうぞお入りください。家の中にお邪魔すると、水道は全く出ず電気が止まっているので冷蔵庫も使えない状況が続いていました。こちらは息子さんの部屋です。これは息子のギターです。全然掃除していないので埃だらけよ。ロシアによる侵攻前は看護師をしていたリュドミラさん。戦闘が激化し始めた去年7月に一人息子をウクライナ中部へと避難させました。息子はもうすぐ20歳になります。医者になるために勉強しています。ウクライナのために役に立ってほしいです。なぜあなたは息子さんと一緒に行かなかったのですか？出て行くこともできました。でも母がここにいるのです。1ヶ月前には自宅の裏が爆撃され近所の人が亡くなりました。危険が迫っても金銭的な理由により避難したくても避難できない人も多いといいます。
この辺りの人はみんな避難してしまいました。ルドミラさんの自宅から歩いてすぐの場所に母親の自宅があるということで向かいました。この周辺ではルドミラさん親子以外はほとんどの住民が避難しました。ママ出てきて、取材に答えてほしいの。日本人が来たのよ。こんにちは。ルドミラさんの母親、72歳のバレンティナさんです。足が悪いため避難できずに自宅にとどまっています。何と言えばいいのか。爆発、攻撃、常に恐怖の中で暮らしているわ。私はウクライナの領土解放を望んでいます。足が悪くて避難ができないので、娘がパンと水を持ってきてくれるのです。命の危険や恐怖の中での生活が続いていても、他の場所に住んだこともなくここで暮らし続けると訴えます。水が出ないの。こうして回しても、そこにはラベンダーが咲いていたの。周りの家も破壊されてしまった。私たちはロシアに踏みつけられたままではいない。私たちは独立した豊かな国に住みたいのです。私たちは全てを再建します。そのためには彼らを追い出す必要があるのです。まさにその時、すぐそばでウクライナ軍の砲撃が始まっていたのです。ここからは激戦が続くウクライナ東部でですね、現地取材を行いましたアジアプレスの和田井武春さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。渡井さんはジャーナリストであり映画監督でもあります。これまでですね、こちらのアフガニスタン、そしてイラクなどで戦争取材を行ってきました。去年3月にもウクライナに入りまして、キーウの人たちやあのブチャの虐殺現場などを取材されています。で、今回の渡井さんの取材ルートはこのようになっています。青いラインです。1月下旬にポーランドのワルシャワから首都のキーウに入りまして、その後ウクライナ東部を中心に取材を行いました。2月の下旬には激戦地バフムト近郊のチャシウヤルという町も取材されましたが、渡井さん、今回はなぜこういった町を取材されたんでしょうか。今回、ロシア軍の侵攻から1年ということもあってですね、やっぱりこの1年間、ずっと、東部でずっと戦闘が続いてきたと思いますので、その戦況ではなく、やっぱりそこで暮らしている人がですね、どういう状況にあるか、どういう思いでいるのか、それをやっぱり知りたいと思って、主に東部エリアの取材に入りました。なるほど。その渡井さんが取材されましたチャシウヤル、どういった町なんでしょうか。ロシア軍の侵攻前は人口がおよそ1万2000人でした。しかし渡井さんが取材されました2月下旬の時点では7割以上の人が避難をしていて、町にとどまっているのはおよそ3000人だったということです。さらに現在は戦闘が激化したということで、さらに減少、およそ1500人ほどとみられています。電気、ガス、水道などインフラは断続的にストップしているということです。では改めてこのチャシウヤルの町の位置関係を見ていきたいと思いますが、こちらがバフムトですね。この中心部からは西に10キロのところにあるのがチャシウヤルです。ロシア軍が支配しているのがこの赤いエリア、そしてこの
黄色の戦闘が行われている地域、この最前線からはチャシュイアル、わずか2キロメートルほどしか離れていないということですね。まあ、ここについては番組でも今年に入ってからの放送でロシア軍がこの町の手前まで迫っているということをお伝えしてきました。和田さんはこのチャシュイアルに初めて入った時にまずどんなことをお感じになりました？まあ、とにかく他の東部の町に比べてですね、とにかく音がもう本当に激しくて、まあ、その断続的な、まあ、間隔のまあ狭さもあるんですけれども、はい、その音の何ていうかレベルの強さじゃなくて、こう耳で聞く衝撃じゃなくてですね、こう全身にこう響くようなもう音がまあずっと続いてまして、ですからまあ他のエリアに比べるともう本当に近いなと。でしかもうかつウクライナ軍がやはり攻撃をですね、盛んに反撃をまあしてましたんで、そのまあ両方ですね、ウクライナ軍側の音とそれからロシア軍のその攻撃の音、まあ、それがまあ入り混じるという感じだったんですが、まあ、やっぱり戦争の現場ってまあいろんな基本的にまあ音がこれまでのイラクやアフガンの取材でも聞こえてくるんですけれども、はい、まあ、そういった他の場所と比べてもやっぱりその近さですね、その怖さ、音の恐怖というのはやっぱり僕も感じました。で一方でにもかかわらずそれ住民がですね、はい、そこでまだやっぱり暮らしていると、私が行った時点で、まあ、3000人からやっぱり4000人ぐらいがそこで暮らしているという、まあ、そこにちょっと驚きましたね。はい、今和田さんがおっしゃった音、まあ、砲撃の音ということなんですけれども、そういった中でこちらの映像をちょっとご覧ください。まあ、今お話になっていた大きな音っていうことですけれども、こういった音がこれ町の中心部で鳴り響いているっていうことなんでしょうか？もうこのチャシュリアルにもう入った途端に、はい、もう本当にもう断続的に聞こえてきまして、もう場所関係なくですね、まあ、もう近いところだともう本当に数キロというところですし、戦闘エリアから見てもそうなんですが、やはりこうあちこちに実はウクライナ軍がもう攻撃をしているので、はい、まあ、その砲撃音もはもっとこう強く聞こえますね。したがって何、て言いますか、こうよく本当にもうここでずっとこう暮らしている人が、その何、て言いますか、感じている、まあ、恐怖感みたいなのですね、そこにまあ私は驚いたんですが、実は住民の皆さんはですね、うん、もう本当に慣れてましたね。もう特にウクライナ軍の砲撃の音ではもう全然驚かない、もう皆さん耳でもう聞き分けられるようになってきて、でロシア軍の攻撃の音なんかになるとちょっとこう構えるというような、まあ、そういう状況だったですね。ウクライナ軍の攻撃の音とロシア軍の砲撃の音はまあ聞き分けられるくらい、そうですね、もう住民の皆さんもそういう感じで、だからまあこう見てもらっても分かりますように、まあ、音がこう聞こえてきても本当にこう驚かないですね。ただね、砲撃の瞬間に今みたいにこう画面が振動するわけですから、相当体感としても恐怖はあるのかなというふうに思うんですけれども、こう住民の方々、例えばこれだけこう砲撃の音が鳴り響いている中で避難を防空壕とかになさるのかどうか、このあたりはどうなんでしょうか？これ例えば首都のキーウだと、例えば、まあ、空襲警報というのがですね、まあ、1日に何度も なるんですけれども、いわゆる集合住宅の場合は地下にこう地下室があって、こうシェルターに避難する場合が多いんですが、はい、こういったやはり東部の、まあ、小さな町だとやっぱ一軒家平屋の家が多いので、うん、そういった場合ここに住んでいる人たちをですね、一箇所に避難するのではなくて、基本的にもうそれぞれの家に、はい、でそのまま昼も夜も暮らしているという状況です。しかだって、まあ、なんていうんですか、こう逃げ場、いわゆるシェルターとか防空壕というのはですね、もうないと。それからこういった場所はですね、もう空襲警報さえ、まあ、鳴らないんですよね。もうずっとこう音がとにかく響いていると。で逆にちょっと静かになると、逆にちょっとこう不気味さも感じるっていうような、まあ、そういう感じです。住民の方の声では、静けさが欲しいなんていう声も収録されてましたけれども、ここまで小牧さん、このチャシュイアルでの和田さんの取材見ていて、どんなことをお感じになりましたか？まさに前線ですよね。バフムトが今の最大の激戦地で、そこに至る貴重な包囲を唯一免れている西側の要衝ということで、それだけロシアも非常にこう攻撃を
を仕掛けているということだと思うんですけど、かなりロシア軍が迫っているような実感というのはありましたでしょうか。私が入ったその2月の下旬あたりというのが、もうちょうどロシア軍が非常に攻勢をかけて、でウクライナ軍がもう劣勢だったんですね。でかつウクライナ側がもうバフムトを撤退するんじゃないかという説も出ていたんですけれども、そうすると結局まあその隣接しているチャシウヤールもですね、激しいこうやはり攻撃のこう迫ってくる感じはもちろん あるんですが、やはり住民の皆さんはさほどこう恐怖をですね、まあ、こう感じないと言いますか、もう本当に日常、戦争の日常がずっとこう続いているという感じだったですね。まあ、今のお話にもありましたけど、このチャシウヤルが非常にこのバフムトからは中心部からは10キロということなんですけど、どうなんでしょうか、和田井さんはこのチャシウヤルからこちら側のバフムトに取材に行こうとはなさったんでしょうか。はい、実は2月の中旬ぐらいまではですね、このバフムトは、もうとにかく海外メディアを中心にもうたくさんの、まあ、ジャーナリストやカメラマンがもう頻繁に、まあ、いわば通っていたんですよね。で特に民間の車両でも本当に行き来をしていたんですが、やはり2月の下旬ぐらいに入ってですね、はい、急激にやはり、まあ、ロシア軍の攻撃がバフムトを中心に激しくなって、今出ている道路がですね、なかなかもう通れない、もう非常に危険だということになって、私の、まあ、一緒に同行していた、まあ、通訳と、まあ、運転手もですね、今バフムトに行くのはその危険だというふうに、まあ、促されまして、それでまあバフムト その中に入るのはちょっとやはり見送りまして、はい、このチャシウヤルの方に、まあ、切り替えたという感じなんですね。で、まあ、ですからまあ3月以降もですね、このバフムトに入ってくるやはり映像、今でもそうですけど、やはり国防省映像とか、はい、兵士が撮った映像が多いんですけれども、はい、なんか今ちょっとこうメディアが撮った撮影映像っていうのはやっぱり減ってますね、はい、ウクライナ側も立ち入りを非常にこう厳しく管理するように3月以降になりましたね。バフムト市内は非常に危険な状況だということなんですけれども、まあ、このチャシウヤルにはまあロシア軍も迫ってきている中で、住民の方々このライフラインですね、水道電気なども断続的に止まっている状況だというふうなことが伝わってきているんですけれども、皆さんどうやってこう生活なさってるんでしょうか。これもう本当にウクライナ驚くほど、特に戦闘が激しい東部エリアにもですね、こう物資の支援、もう政府あるいは民間の支援がもう毎日、うん、行ってまして、このチャシウヤルだともう水の供給なんか毎日ですね行われてますし、はい、食料に関しても本当にもう定期的に物資が運ばれているという状況で、まあ、本当に驚きました。例えばまあ僕なんかは例えば防弾ベストやヘルメットなんかかぶってるんですけど、はい、でこの住民の皆さんあるいは支援団体の人なんかはですね、もう本当に丸腰のまま活動してたりするという状況で、ですからそのいわゆる物資に関してはですね、まあ、なんとか供給は行き渡っているという状況でした。しかし、まあ、通常の電気や水に関してはですね、もう丸一日ずっと来ているというようなことはなくて、もう断続的にもとにかく止まっては少し出たりとか、電気も昨日は一日来なかったとか、もうそういう状態ですね。水や食料の配給もあるということですが、渡井さん今回こういった映像も撮ってきてくださいました。こちらですね、ご覧いただきたいんですが、高齢の女性がですね、食料配給の場所にやってきました。その時にですね、このようにバッグの中から手に取って提示しているのがパスポートだということなんですね。しかも4枚のパスポートをこのように提示してから食料を受け取っているということなんですが、渡井さん、これなぜこれパスポートを提示しているんでしょう。まあ、パスポートに限らず、まあ、住民登録証などをですね、はい、見せてですね、一応まあ1人当たり、例えば水ですと5リットルの大きいボトルを、まあ1回につき2本までとなってるんですが、はい、別にそんなにこう厳密にですね、実は身分証明書もチェックしてるわけではなくて、まあ、来た人にはほとんど、まあ、一応見せてもらって渡すと。で中にはやっぱりですね、2回一度受け取ってまた2回並んだりもうするのも、そういったものも基本的にはまあ何て言いますか、こう黙認って言いますか、そういう感じで、ただまあ並んでる列のところでですね、まあ、ちょっと時々私が行った時も、まあ、いさかいと言いますか、列の割り込みとかですね、まあ、そういったことはやっぱりあったりします。ましたね、4枚見せているというのはどういうことなんですか。まあ、家族がいたりとか、まあ、4人家族ですね。だからまあ結局家族全員で取りに来るってことはないので、誰か代表者が来た場合、今4人で住んでいるので、まあ、4人分くださいといった形で、まあ、伝えるということですね。証明のためにということですね。そうですね、一応、まあ、出るという感じです、はい。
まあ、本当に、なかなか水、それから食べ物不自由な中で過酷な状況で暮らしていらっしゃるなということが分かるんですけれども、このチャシウヤルでこのロシア軍の攻撃によって命を落とす危険もあると思うんですけれども、それでもやっぱりこの町にとどまるという皆さんの思いはどういった思いがあってこの町に住み続けるという選択をしていらっしゃるんでしょうか。まあ、先ほどの VTR でも出てましたけど、まあ、皆さん本当にやっぱり強い意志なんですよね。そこに残りたいという人がほとんどです。で、一方で実は体に障害を負った人や精神的に障害を負っている人たちが結構残ってるんですね。で、そういった人たちは支援団体とかなんとか別の場所に移送搬送しようというふうなことも何度か今まで試みたりあったそうなんですが、なかなかやっぱりそこ離れない。残る意思以上にですね、新しい場所に移ったところの生活を恐れている人が、まあ、特に高齢者はそうなんですけれども非常に多くてですね、これ実はイラク戦争の時もそうだったんですよね。戦争が始まる直前なんかでも実はそんなに国外も含めてですけど脱出する人は少なくて、で聞くとやっぱり一度そこを離れてしまうともう二度と戻ってこれないんじゃないかと訴える人、それからまあこういった場所だとですね、もう家を買って、でもう離れてしまうともうそれこそ家が占拠されてしまうんじゃないかとか、もう二度と戻ってこれないというですね、いうふうに考える人たちはですね、もう本当に危険があってもこう残るという選択をする人はですね、やはり今でもこういますね。末延さんはここまでご覧になっていていかがですか。実は渡井さんとは20年くらい前にイラクのバグダッドでご一緒で、カレーのねルーを分けてもらったんです。部屋が隣だったから。多分それ僕がもらったんじゃないかと思うんです。いや物々交換だったそうです、ね、で僕はカレー作れて実は非常に助かったなっていうんでお会いしたらお礼言おうと思ってたんですが、実は日本ジャーナリズムに国境はないんですが、同じ日本語を話す平和な戦後に育った我々の中のジャーナリストが現地に行ってその目と感覚でこうやって伝えるってことはね、視聴者の皆さんにより分かりやすく伝えるというのは僕は非常に意味があって、私はずっと元気にやってて僕は非常に尊敬申し上げてるんですが、一番僕もささやかな経験でやっぱり言うとね、映像は大事なんですが次に音なんですね。でその音の感じ方って全身がしびれるって感じ、今渡井さんね、音の感じは間違いなくああいうところに身を置かないと湧き出るような恐怖感っていうのはおそらくわからない。つまり戦争のつまらなさっていうのはああいう時にすごく感じるんだと思うんです。それからテレビが一つ伝えられないのは匂いはね伝えられないんで、これは現場に行った人が見た汚い戦争をやってますからね、そういう部分は伝え続けてほしいな。で一番大事なのは私さっきね質問あったどこが危険なラインかなんですよ。で東京でどこで安全基準って決めたところでダメなんです。現場でその都度危険なラインが動いて取材可能な場所が決まっていく。それをやっぱり地元のコーディネーターの情報としっかり判断をしながら怪我しないようにやっていく。そうすごく大事なんで、そういうことを含めて渡井さんベテランだから、そういう意味で今日流れの中で渡井さんがこういう実際取ってこられたものを伝えていただくっていうのがより現地の状況が今日よく分かったなと。であと日本が難しいのは戦場支援は難しいんだけどやっぱりインフラですよ。インフラの復興に向けてどのくらい日本がやれるのかっていうところのね、技術的な問題も含めてすごく僕らはこれからやっぱ手探りで考えていかなきゃいけないかなと。確かに食料は来てるとおっしゃったが、最終的には水が浴びれない状況で生きてる人間というのはどれだけ辛いかっていう、地震の時もそうですが、ぜひそんなことをもう考えなきゃいかんかなと今こう見て思いましたね。さあ渡井さんの取材なんですけれども、他の地域も取材してくださっているんですね。ウクライナ東部の主要都市クラマトルシク、ここに激戦地バフムトやその周辺から戦火を逃れる人たちが次々と避難しています。バフムトに家族や親戚は？誰もいません。息子は殺され、家は焼け落ちました。財産はすべて焼かれました。何もないんです。ボロボロのリンゴの木が残っているだけです。魂が引き裂かれそうです。
故郷を離れたくない。64年間もバフムトで暮らしてきました。そして今私は離れなければならない。もう何も残っていないから。こちらの夫婦はバフムト近郊の町チャシウヤルから避難してきました。妻は数学の教師をしていたそうです。なぜ今避難することにしたのですか？攻撃があるからです。夫の世話ができないし料理もできません。夫は2日間も寒いところに寝かされていたんです。缶詰を食べながら過ごしたのです。それにインスリンの注射が必要なんです。避難民を受け入れているのは教会です。こちらでは大勢が同じ部屋に寝泊まりをします。私たちはまだ生きています。しかし私の隣人は死にました。水を汲みに行って肺を打たれて貫通しました。もう一人の隣人は落ちてきた砲弾で心臓を吹き飛ばされました。何と言ったらいいんでしょう。あなたもそれを見たでしょう。町が地球上から消し去られようとしています。あちこちから撃ってくる。ロシア軍が私を攻撃する。これは事実なのです。はい、この避難してきた方々も心に大きな負担を負っているということが分かるんですけれども、今日は激戦が続くウクライナ東部で現地取材を重ねてきたジャーナリストの綿井健也さんにお話を伺っています。ふるさとに残り続けた人たちも戦闘が激しくなるということで心身ともに限界に達して避難するというケースが増えているということなんですが、改めてこの綿井さんが取材したのがチャシウヤルからは北西におよそ25キロのところにあるクラマトルシクというところですね。ここは交通の要衝ということなんですけれども、バフムト、それからチャシウヤル、こちらの周辺の住民の方々、まずはここに避難することになっているということなんですが、あくまでこの仮の避難所ということのようなんですよね。ですからここからまたすぐにしばらくいたらまた各地に避難していかなければならないというふうな状況のようなんですけれども、緊急避難的にこのクラマトルシクに来た方々、皆さんどんな思いを抱えていらっしゃるんでしょうかね。このクラマトルシクという場所はですね、軍事的な、ウクライナ軍の何て言いますか補給拠点でもあるんですけども、民間のいわゆる支援の拠点でもあるんですよね。でここに避難し、一旦移送してでここで、先ほどの VTR にもありましたけれども、避難民の登録のようなものをして、で、希望先ですね、どこにこう移りたいか、どこにこうここから避難したいかといったこう希望に応じて基本的にこう、振り分けられると。で私がこう取材した日はですね、大体40人ぐらいの人がやはりこのバフムトあるいはチャシウヤルから避難してきた人たちが集まっていまして、これはもう日によって本当に異なります。この前日は9人ぐらいだったということだったんですが、この避難してきた人たちもですね、もう本当にずっとそこに残りたかったんだと。でももう本当にもう家も破壊されて、でも避難せざるをもう得なくなったという感じ でしかもこういう教会の、これはロビーなんですけれども、ここにずっといるわけではなくて、大体本当に短い人だと 2,3 日あるいは長くても1週間ぐらいで、別の場所にこう移動しますね。他のやっぱり戦争と違ってウクライナの場合何て言いますか、こう大規模な難民キャンプというようなものは基本的にないので、移った先で、集合住宅の部屋が割り当てられたり、すると、それから親戚とか家に住んだりするケースが多いですね。小牧さん、この避難した先でも安らぎがないというふうな状況が分かるんですけれども。そうですね、クラマトルシクは今ドネツク州の臨時州都が置かれているんですね。それで軍事面でも行政面でもセンターになっているわけですけれども、ただ去年の4月にロシア軍が東部に
重点を移すと発表した時にクラマトルシクからも避難を呼びかけたわけですよね。で、駅に集まっている人たちにミサイルが撃ち込まれて大勢の方が亡くなった。これ4月のことですね、去年の。ということなので、やはり安全のためにはクラマトルシクからも避難していただかなきゃいけないということで、非常にこう落ち着く場所がない不安なこう運命にこう翻弄されている住民の方々の姿を見ると、非常にこうこれがいつまで続くのかって本当に思いますよね。まあ、末延さん、本来はこの自分の土地で穏やかに暮らしていらっしゃった方々なわけですよね。まあ、こういった避難している方々も含めて支援必要ですよね。生活の、ね、場を捨てる決断ってのは、それはなかなかできないです。物理的にも、ね、精神的にも。そのことをやっぱり僕らもっと理解すべきで、ただああいう状況だと状況が動きますからね。日本のようにいろいろ制約があると、どのくらいサポートできるのかっていうのは、もう一回改めて法律的な壁も含めてね、議論した方がいいっていう、もうちょっとなんかサポートできないかなっていう、私は感じを持つんですけどね。大さんは今回の現地取材で非常に強く印象に残っていることがあるというふうに伺いました。それどんなことだったんですか？まあ、いろんな場所を取材したんですけども、この東部、この先ほどのチャシューヤル周辺に関してはですね、まあ、あれだけこうひどい状況にあってもですね、ウクライナ人のまあ強い意志の一方で、こう痛々しさですね、これも本当に表裏一体で、強い意志とこの痛々しさがですね、もう両方こう一つになっていて、なんて言いますか、私も これまで、まあ、いろんな戦争のまあ取材してきて、まあ、もう基本的にこう民間人の、まあ、もちろん兵士も、ね、たくさん亡くなっている中で、こう民間人 の、 この痛々しさっていうのがですね、まあ、いつも印象に残るんですが、一方でチャシュヤルの人で何が必要ですかっていう、その物とかお金ではなくてですね、もうただ静けさが欲しいんですと、まあ、彼の一言なんかはですね、やっぱりさ、あの音の中で暮らしてる、もう本当に気持ちがまあよく分かりましたね。小牧さんはこのウクライナについては今後はどのような点に注目していらっしゃいますか？そうですね、今拝見してて、あそこはドネツク州で、もともとウクライナの中ではロシアへの親近感が一番強かったところなんですね。で、まあ、ロシア語を話す方がほとんどですし、あるいは2019年の大統領選挙でも、ゼレンスキー大統領が勝った大統領選挙ですけど、第1回投票で親ロ派と言われる候補が勝ったのはルハンシク州とドネツク州だけなんですよね。あるいは NATO への加盟も非常に反対が多かった。でも今伺っていると、非常にそのロシア軍への憎しみとか、あるいはウクライナ軍への期待、まあ、ウクライナ軍に守られているからそういうのかなと思ったけど、でもかなりそういう気持ちが非常にこう強くなっているように感じられるということで、そういう意味でもこうロシアのやったことの罪深さ、今後長い世代にわたってですね、後遺症が残るんだろうなということを強く感じました。末延さん、どうでしょう？今の話すごく大事でね、ロシアは壮大なフィクションを作ったけど、実際にこれだけの汚い戦争をした結果というのは、もうみんながやっぱ忘れることはないですよね。だからディテールをきちっとね、情報難しいですけど、我々も放送を続けていくということが、忘れないでいるということが大事なことなのかなという気がしますね。